たくんとちみちゃんの母のひねみみです。今回は、お料理をたっちゃんとちーちゃんのお料理を作っていきたいと思います。よろしくお願いします。では今回はですね、まずちみちゃんは問題ないんですけど、もう全然皮膚も強いし、お腹もそんなに弱くないんですね。うんちも安定してます。たたくんはもう来た時からちょっと肌が弱いですね。で、まあフード難民でした。で、うんちもうんちもなんですかね、安定してないですね。なのでそれでまあ薬膳を習ってで、朝晩思い切って手作りご飯にしたら、今もう全くお腹の調子は問題なく順調に来ています。で、やっぱりあんまり吸収が胃が胃腸が弱いようで、栄養をあんまり吸収しない感じなんですね。もう全部こう出ちゃいがちなので、まず胃腸に優しい食材を使いつつ、その季節に合った、ものを取り入れて料理していきたいと言ってますで、今回は先生に習った、ワンコの役でご飯のプリント1月で、のテーマがおけつとジンですね。2月3日までかな。1月2月は活血を取り入れてくださいということで、まあ、血を作ったりですね、巡りを良くしたりとかですね、する食材を使っていきつつ、胃腸に優しいものを取り入れていきたいと思います。ではよろしくお願いします。で、今回ですね、前回ちょっと白菜使ったので、今回はキャベツは週産が若干あるので、一度茹でます。めんどいですけどねでもいいですで、あとこちらクレソンですね。これも活血素材ですね。巡りを良くしたりするやつかな、間違ってたでも多分血の関係のやつですね。で、こちらがちょっと我が家の使いかけの水菜です。いいんですこんなので水菜ですね。私も毎日食べてるんですけど、これからちょっとそろそろ使い切りたいので、まあ、これはもう湿気を取ったりとかしてくれるので、中のですね、これをもう使いたいかなと。で、あとカリフラワーですね。これもすごい疲れを取ったり、気の巡りとか、あと胃腸ですね、気もいいみたいなので、こちらも使っていきます。で、まあ、途中ですね、このこれも本当はワンちゃんにとっても今の時期いいんですよ。菜の花ですね、菜の花今の時期いいんですけど、自分用でついでに浮かきます。で、お肉は今回はたたくんはもともと皮膚が弱くてすぐ開花が出ちゃうタイプなので、夏は絶対使わないんですけど、冬で寒い時期は皮膚も安定していて、お腹が冷えたりする子なので、一応冬場だけ、寒い時期だけ鶏肉ですね、ちょっと使っていきたいと思います。胸肉と、あとなんだ、砂ずりですね。砂ずりはとても胃にいいので、胃に優しいので砂ずりになってきます。
つけます。で、冬はですね、うちの子すごく活発で、インスタグラムを見てもらったら分かると思うんですけど、すごく動きが激しいんですね、冬も一年中。なので冬は特に寒くてエネルギーを使うプラス動くので、もうすっごい痩せちゃうんですよね消費カロリーがすごくて。なので冬はもうお肉のローテーション、魚は使わないです。夏場はですね、魚をちょっと中心に使ってるんですけど、暑いし皮膚もあったかくなったの痒くなっちゃうので、でも冬場はもうずっとお肉のローテーションで前回は牛肉だったので、今回は鶏肉で使いたいと思います。では今から準備します。忘れてたんですけど、今回お肉が 1470g ぐらいあるので、それを茹でると多分1キロぐらいになるんじゃないかなと思うんですよね。で、なのでちょっとタタ君はとチミちゃん動きが激しいので、若干ちょっとタンパク質を多めにして、お野菜は少し量を減らしてます。普通は1対1対1なんですけど、ちょっと若干お野菜を減らしてタンパク質の量をとご飯を多めにしてます。なので、まあ、何ぼって言ったっけだから1000ぐらいになるから、お野菜をまあ900ぐらいに抑えとこうかな、900g ぐらいにして作ろうかなと思います。では始めます。キャベツがとっても綺麗なので、まあ、上の下の部分も切るんですけど、使っていきたいと思います。うちの子は3歳と2歳なんですけど、なのでまあお肉はそんなに小さくしてないです。だけどシニアとか、まあもうだいぶ年齢がいっちゃってる子は本当に小さくしてあげてください。お腹に負担がかからないようにですね。うちはまだ若い、人間で言ったらまだ20代なので私ぐらいだと細かく切るんですけど、まだ20代なので
粉まで。やってます。ちょっと指摘が入るかもしれませんけど。胸肉いきます。皮は使わないです。むしろ使わない方がいいと思う。なので、自分用に茹でます。あの皮は私好きなんでね。ポン酢で食べると美味しいので、焼いても美味しいしですね。すいません、包丁さばきそんなに上手じゃないので。料理下手くそが分かっちゃいますけど、なるべく油は溶かします。うちは運動をよくした日とかはですね、例えば朝走ってボール遊びして、夜、夕方、また走って、ボール遊びして、とか、もうとにかく動いたとき、一日よく動いたときは、今、カロリーをちょっと上げるのに、先生から言われて、量を増やすんじゃなくて、少しだけ、アマニ油とか NCD オイルとかああいうのを使ったらどうかということで、今ちょっとアマニ油をですね、少しだけ運動したときは入れてあげてます。取れない。ちいちゃんはですね、そんなに動かないので、あんまり動かないので、それでも普通の声では動いてるかもですけど、あまりは入れません。消化はしにくいので、吸って、めんどくさい時は細かく切って入れてるんですけど、薬膳の教室では吸って入れてくださいって言われてます。なので今回は吸ります。
湯がいた分のお肉ですね。で、湯がいたら、まあ大体およそ1000g かなって思ってるところ、何 g になってるか、もう一回測ってみます。980g 予想が外れました。さあ920なんで、まあ、ああいいんじゃないでしょうか。キャベツのですね、カリフラワーを湯がいて、それからみじん切りにしたいと思います。今日はですね、これがちょっと大きいので、今から細かく安いやつを買った上に何回も何回もしなくちゃいけなくて、まあそこはちょっと見逃してください。ちゃうと消化良すぎて吐いちゃうので、朝ですね、お腹空きすぎて、なのでこれぐらいにしておきます。あ、入れ物がない。それは大きいです。
します。ワンちゃんでもいいんですけどね、今回はもうクレソンを買ったので、まあでもちょっと食べるときに入れてあげてもいいかなと思います。下痢になったらもう病気ってすぐ分かるぐらい下痢になることがない。で吐かない。寸前に見えます。ちょっといいかな。別々にされる方もいらっしゃるし、最後に入れる方もいらっしゃるし、私はなんとなく出汁好きで、出汁が一緒にビワッと出るかなと思ってやってるんですけど、それはちょっと正解かどうかは分かんないですが、まあでも今のところこれで問題は出てないので、自分のままやってます。まあ、今回、まあ、鶏肉が若
冷やさず温めずで、クレソンだけが若干冷やすくらいなんで、うん、まあちょっと温め寄りになるかな。ご飯は、黒米と赤米とまとめですねと白米、白米白米を入れているので、黒米とかは若干温めるので、まあちょっと温め気味にはなりますけど、まだ寒いのでですね、大丈夫かなと思います。出来上がりました。こんな感じですね。アクをしっかり取って、焼いてます。ちょっとこれを冷ましてですね、それから取り分けたいと思います。ちょっと冷まします。やっとちょっと片付けが済みまして、もうだいぶ冷えたので小分けにしていきます。冬は痩せちゃうので、夏はですね、忘れちゃったんですけど、ちょっと多めで、1食 220g ですね、たたくんですね。大体10キロくらいの子が食べる量ぐらい食べてますかね。ちみちゃんは、避妊してて、ね、太りやすいし、そんなにそこまでただこのほど動かないので、ちいちゃんで、え、いくらだったちいちゃんで190ですねと上げてます。ちいちゃんはそれで体重がずっと一定してますね。だいたい夏はまたちょっと暑くなったら量を、まあ、体を見ながらちょっと減らしていきます。では肩こりでしょうか。ちーちゃんを取り分けていきます。あ、ご飯とおかずを合わせてのさっきのグラム数は合計です。作りご飯にして全く水を飲まなくなりました。多分もう野菜に含まれてる水分とか、この入ってるこの中のスープでもう多分水分が足りてるのかなと思うんですけど、ちょっとあまりにも飲まない時はちょっと決めるミルクをすっごく薄くして飲ませたりするんですけど、ちみちゃんはあまり水分をあげちゃうと溢れちゃって、よだれを出しバーって勝手によだれが出たりとかするんですね。なのでそれはちょっともう水が体にアップアップしている状態なので、まあ、よっぽどじゃない限りはあげないですね。多分ちーちゃんはあまり動かないからし、体に水を溜めやすいみたいなのであげない、あんまりあげない。
全部で3日半ですね、できました。で、この余りは私がいただきます。ポン酢をかけて余ったのをいただきます。こんな感じで綺麗に混ぜます。今からご飯です。はい、お座り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 、あー、お利口さんですね。お座りお利口さんですね。ちっちゃんお座りよ。はい、たっちゃんどうぞ。ちーちーちー、はい、はいどうぞ、はいどうぞ。テレビの音が。